温暖化の象徴にされているとされる、キリマンジャロ山の氷棒縮小温暖化の象徴にされているとされる、スペガッツィー二氷河の崩落。温暖化で崩落ペースが加速することが問題とされる。世界の都市平均気温の変差の経年変化、ホッケースティック曲線地球温暖化に対する会議論とは、地球温暖化や気候変動は人為的なものでない。 地球は温暖化していない等とする学説や意見である。地球温暖化に関する科学的知見を最も包括的に評価した報告書が IPCC 第4次評価報告書である。この評価結果などにより地球温暖化の原因は人為的なものが大部分であるとの国際的かつ科学的な合意が得られ、世界の動きはこれを主軸としつつある。 AR4 にはいくつかの号機が見つかったが、主要な結論は変わっていない。会議論についての組織化されたキャンペーンは、保守的な経済政策に関連しており、二酸化炭素の規制に反対する産業に支えられている。米国の気候変動に会議的な論文の90%以上は、右翼のシンクタンクに由来している。1970年代後半から石油会社は、 地球温暖化に関する標準的な見解に沿って広く研究を発表してきたにもかかわらず気候変動拒否キャンペーンを組織し数十年にわたって会議論についての公共の情報を広めたこれをタバコ産業による喫煙の危険性の組織的な否認と比較される戦略であるとする者も,もいるまた2007年7月に米国籍油出質協会がその意見を変えて以来 近年の温暖化に対する人為的影響を否定する国際的な学術組織はないとされる。一方、地球温暖化やその原因等に対し異論を主張する論者も存在し、主な異論は当該分野の専門家による反論がある。この項目では実在する主張や反論をそのまま記載する。反論に対する再反論は記載しない。地球温暖化に関する論争も、 三照温暖化は二酸化炭素を主とした温室効果ガスの濃度増加によるとの学術的知見に対する会議論や気温上昇、氷河誘拐、海面上昇、動植物の生態系変化、気象の異常等が温暖化に起因して生じるとの学術的知見に対する会議論。気温は上昇していない、もしくはそのデータの信頼性に疑問がある。温暖化は二酸化炭素。 主とした、温室効果ガスの濃度増加によるとの、学術的知見に対して、太陽活動の影響、宇宙船の影響、地球内部の活動、磁気圏の活動などが原因と主張する会議論。人為的な温室効果ガスの増加がなければ、1900年代、後半の気温はむしろ低下していたはずである。人為的要因がなければ、現在の世界の平均気温は1950年代。 以下であったとみられ、自然要因による変動幅よりも人為的な上昇幅の方が大きく、実際には世界の平均気温は上昇を続けている。今後の変化についても、主要な気候モデルのすべてにおいて、少なくとも今後100年以上は気温の上昇が続くと予測されている。温室効果ガスの増加により気温上昇が生じて、 いるのではなく、気温上昇の結果に酸化炭素が増えているとの主張がある。二酸化炭素濃度の過去40万年の変化と産業革命以降の急激な上昇これらの主張については下記のように反論されている。地球温暖化の原因や影響の予測には不確実性が伴い科学的理解が不足する項目や専門家間での意見の不一致が残る項目がある。 人為説は主に気候モデルの結果から導かれているが、以下のように、モデルの不完全さを批判する意見も見られる。モデルと現実の整合性や妥当性を問う、批判地質学的に安定な23の長位観測点で計測された海水準。年、約2ミリメートルずつ上昇南極やグリーンランドなどに、大量にある氷が、氷床は、降雪という回が均衡していれば、 一定量を保つが、この均衡が崩れると、海水準変動につながる。地球の平均気温が上昇するという会が早まり、海面上昇の要因となる一方で、降水量が増加し海面低下の要因となるとされる。AR4 では、数千人の専門家の見解を勘案して、その時点で最も確からしいと思われる結論を記している。このため参加した専門家間でも、 見解の相違やばらつきがあり、報告書でも断りがある。このような合意形成方法に反発する意見が見られる。また、異論のある人物を集めて合意が形成されていないと主張する例が見られる。クラッキングにより暴露された気候研究者らのメールをもとに、会議論者らが地球温暖化が陰謀であると攻撃した事件。英国議会等の複数の調査で、 具体的な不正や誤りの証拠は見当たらないとされた。地球温暖化に関する論争影響、対策に対する疑問参照。地球温暖化に関する論争をメディアに対する批判参照。地球温暖化に限らず、自然科学においては、客観的な研究がなされることが理論が成立するための前提であるが、地球温暖化に関しては、 政治的な圧力がかけられたり、いわゆる陰謀だとする主張がある。例えば下記のようなものである。その一方、フレッドシンガーは、ライプチヒ宣言の主催者であるが、石油業界からの資金供与が判明している。ワナース氏編集責任者の G ブラックは、その資金はテリを通じて、インドの貧困家庭の支援プロジェクトなどに、まっすぐ振り向けられており、個人への報酬とみなすべきではない。 と指摘している。なお、支持派、会議派双方に見られる陰謀論は、本質的な議論を遠ざけてしまうと懸念する意見も、ある。二酸化炭素による地球温暖化説が広まった背景には、原発産業による移行が政府などを通して、強く働いていたのではないか、いわゆる陰謀があるのではないか、との見方がある。原発産業による陰謀とする説が生じてしまう背景には、 次のような要因が挙げられる。一方で、支持派からは、会議論への石油メジャーなどの関与が指摘されている。地球温暖化は、温室効果ガスの増加と、人間活動の拡大によるものであるとして、会議論は反論されている。2007年7月に、米国石油自出協会が、気候の基本的制御において、人為的な二酸化炭素排出についての、研究拡大が重要だと表明した。 これ以来地球温暖化に対する人為的影響を否定する地質学関係の学術組織はないとされる。日本語での反論もなされており、国立環境研究所の Q&A ここが知りたい温暖化がある。前東京大学総長で三菱総研理事長の小宮山博士は全てについて反論は用意されている温暖化会議論が問題になっているのは日本だけと述べている。 海洋研究開発機構の近藤博樹は、ネイチャーやサイエンスなどの著名学術史に採用されていない、異論がメディアに安易に取り上げられることに懸念を表明している。とんでも本を批判的に楽しむと、学会の会長で SF 作家の山本博史は著書において、武田国彦や土田敦氏らによる会議論に関して、 誤った解釈や信頼性の低い論拠などの問題点を指摘した上で素人の印象を信じるな。専門家の言うことに耳を傾けろ。と述べている。数学者イアン・スチュワートは数学の魔法の宝箱で地球温暖化詐欺における気温と二酸化炭素のグラフに関する誤解を取り上げ幼稚な推論が原因であるとして数学的に解説している。会議派のサイトとして The Week That Was、派のサイトとして、リアルクライモットなどが挙げられる。両者とも各国の論文を集めているが、前者の論文は減っているとされる。世論は2008年5月の調査では、平均約7割が地球温暖化が実際に起こっていると回答したが、支持政党によって大きな違いが見られた。オバマ前政権は、環境、エネルギー分野への投資を、 戦略の柱の一つに据え、環境保護に積極的な人材の登用を決めていたが、消極的なトランプ政権では、石炭などの化石燃料を推進しており、環境保護とはかけ離れている対策をとっている。会議論は10年以上前から見られ、今でも地球温暖化詐欺のような映画が作成されたりしている。このような会議論に対し2008年5月、欧州議会は、 科学に不確実性はつきものであるが、気候変動の原因や影響に関する科学的な研究結果を科学に基づかずに不確実、もしくは疑わしいものに見せかけようとする試みを非難すると表明している。世論は対策を支持しており、長期目標として気温上昇量を摂氏2度で安定化することを掲げている。2008年12月には2020年までに、 温室効果ガスを1990年比で20%削減することを可決するなど対策を進めている。2007年頃から会議論が目立ち始め関連書籍はセンセーショナルな内容で売れ行きを伸ばした。そのような議論では海外の当該分野学術誌に発表していない専門家を名乗る人物などにより温暖化の否定、CO2 原因説や人為説の否定、 リサイクルなど対策の有効性の否定が主張されている。一方、そうした会議論に関しては、その信憑性に関して様々な問題点が指摘され、また反論もなされている。このような遅れてやってきた会議論が目立つ状況について、そのような主張はまともな議論とはみなされず、国際的にも通用しない、との危機感が表明され、行政、公的機関、 専門家らによる会議論への反論サイトが相次いで設置されている。また専門家チームによる会議ハバスターズなどの取り組みも行われている。ありがとうございます。